い、ということで本日は久しぶりにウィナーズの試合で行われました南葛 SC さんとの試合の動画の振り返りやってきたと思います。よいしょ。まあ、これが上がってる時には、南葛さんとの試合が、はい、上がってると思います。で、試合結果が1対2という、惜しくも。惜しかったね。まあ、先制したからね。だって俺ら。びっくりしたよ。本当に。俺らが一番びっくりしたよな。俺らびっくりしたよ。あ、先制できた。まあ、正直、勝てるとは思ってなかった。うん、勝てるというか、負けてんけど。まあ、確実に、鬼の格上だと思って。その、あんだけ、まあ、まず先制点が取れることがまずびっくりやし、前半は 1-0 で折り返してたね。あの拓也くんのシュートなんてもう企画よ。あのあれも企画。アウトサイドシュート。アウトサイド。日頃の企画の成果だ。あれすごいよ。あれすごかった。めちゃくちゃ良かったなあれ。でなんかありますか？どんな感じでしたか試合は？前半は割と戦えてた。うん。で守備がめちゃくちゃハマってた今。前半は。めちゃくちゃ良かったね。相手は相当嫌がってたよねなんか。うん。守備ね。確かに確かに。前半そうなんだ。ただあの11番の楠上純平選手がうますぎて何回倒したか。あの人やばかったな。うますぎてやばかった。クオリティやったな。まあ J1 でもバリバリやってる安の人ですから。安っ。だから梅ちゃん芸人は乾選手が師匠って呼んでるって言ってたの。乾選手が言うが安の先輩で1個やもんな師匠って言ってるぐらいって言ってたの、ね、タッチが違うわ一流は。ああそのファーストタッチでもう剥がせる。うん、今全部逆取られてました。自分の前に置くんじゃなくて、うん、ファーストタッチでボールを動かせれるよどっちかに。もうそれで逆取れるからすごいスムーズに。あんな人は関東リーグ4番あかん。しかも早いし。あんな人ダメ。全然止めれてなかったな。点取られたし。でも前半はまだ俺らもまだ元気があって守れてちょっと攻防してたからその、うん、ね、うん、攻めもこっちも割とゴール前まで行ったりとかっていうのあったけど、やっぱ後半はもう一方的にね、うん、言われてるね。あっちも本気っていうか、あっちも負けられないからね。うん、メンバーも変わってきて、ね、やっぱマーセル選手をアンカーにね、相澤選手っていうね近畿の後輩が入ってきて、うん、やっぱ動かせるからボールを。相澤うめえわ。めちゃくちゃだるかったわあれ。あれ相澤くすかみがもうだる。ちなみに相澤選手あの俺がオーストラリアにいた時の第二一緒です。あ、裏話だ。裏話だそれは。そこ悪いらしいです。第二情報によると。いやでも今日本に来てどうかわかりませんから、うん、やんちゃだったね。やんちゃです。試合後あの結構当日寒かったけど、うん、半ズボン B さんやった。あと裏話によるとカジノが大好き。めちゃくちゃ裏話。オーストラリアできるもんね。カジノが普通にカジノありますからね。カジノによく行ってたって聞いたね。日本じゃできないからな。やっぱ試合の内容あんま話しても面白くない。試合の内容なんかだって試合で見れんねんから。見てるからね。裏話で言うと一回タカがぶっ飛ばして、あの後半で、あれかあれかあれか、拓也さんがもう今世紀最大のチャンスを外す。ウィナーズ一の最大の。今までは梅ちゃんの鹿島学園のシュートがそれって言われてたんですけど、それを上回る。確かにあれはやったな。伝説のシュート。拓也さんが無人超近距離横パスを外したんで、まあ、難しいんですよあのシュート。確かにあれむずいよな。でも1-1の状況であれ外してますから。あれはね、あれ決めてたら言うたら2-1だったんですから。流れが違ったな。また変わってますから。っていう事件の裏側で、はい、さらに事件がありました。はい、ありましたね。そのシーンで、裏に抜けたタカが相沢とバーンなって、はい、相沢がぶちこけて、で、その高谷さんが外した後も倒れて、倒れてで、首こうなってた。首がこうなって倒れてたから、俺はさすがに後輩だし、ちょっとやばいと思って、駆け寄ったらあいつ笑いながら、あ、首が折れたかと思いました。言ってた倒れてて。俺もちょっとマジで、あ、ほんまに、マジでごめんなさいって言って、あ、大丈夫って言って。
ったらなんか笑いながらなんか、うん、あ、首が折れたと思いますやだってな、ふざけてるやんと思って、ふざけてんだと思って、実は、まあ、ちょっと流刑感全開であいつはまたやってたんでやってたね、面白いなと思って、あともう一個あります、あの試合映像で、はい、俺がそのタクヤ君の横をパス出して、タクヤ君上にバーンって吹かしてやん、うん、あのあと5秒ぐらいタクヤ君あのゴールポスト抱きしめてましたこう蹴ってるその勢いで5秒も、あもう、ま、マジでなかった、もうこうやってこうしてあれだろうな、誰かのぬくもりを失ったんだいやでもキンキンに冷えてるのやばってな、マジでこの前のキンキンやな、キンキンに冷えてますよ、誰かがもうそばにおらなかった状況もほんまに誰かが、あれはもう逆に誰かがギュッとしたがない逆にな、別に避けてたわけじゃないけど、もう多分タクヤ君の空気感からしたら全員から見放されてる確かにな、相当落ち込んでたもんね、落ち込んでたな、ちょっとあれはマジ後ろから見てて、うん、あ、これは今日負けるかもしれないで、案の定案の定で、だから逆転されますから、うちはなかなかチャンスがないから、うん、もう仕留めれる時にアトレチコマドリーノみたいな、いやまあそうやね仕留めるときに仕留めんの、決めて守っての一撃やから、決めるときに決めないのか、ほんまそうやね、でもやっぱクオリティが高すぎた、やばかった、後半なんか特にもう全部、うん、全部いかれてるから、もうパス回し、うん、確かに確かに、いやマジで後半、うん、俺とカケルのサイド1枚増えてたね、なぜか知んないけど相手がめっちゃ人数かけてきて、で三角形バリ作られて、もう手の出しようもない状態あれあれってか、あれどうやって守っていいんかな、どうやって守るんと思って、難しいよねマジで、もうその左サイドの人にね縦突破されて、であれシュートもすごいよ、あれうまかった、シザースからジャーンだから、ファーズドンね、もう、うん、あれやばいな、いや、やっぱちょっとクオリティの差は見せつけられたね、ちょっとレベルの差は感じた、まあ、でもウィナーズもめちゃくちゃいい戦いしてたのよ、うん、あの試合はしてた、ね、まあね、うん、まあ、1失点目は綺麗に崩されたけど、ただ多分あれハンドやで、多分あれハンドですあれハンドあんまり言いたないけど言ってましたね、あれマジ VAR で入ってたら変わってたから、ね、ハンドだったと思う、まあ、まだわかんないですけど、まあまあ俺もハンドアピールしたんですけど、やっぱ腹心の人がないって言って、あれ角度的には絶対腹心やん、そうだから俺もないって言ってたから、うん、あ、ないんだと思ったけど、俺の肉眼ではもうガッツリハンドが見えたけどでもあの後のやっぱね、クスカミ選手もあの一流やったわ、うん、もう何事もなかった、ボールか当たり前のようにゴールかのように振る舞うことで、そうやな、ゴールだったもんな、ノーハンドなんだって、うん、多分みんなが洗脳されてた、うん、あれは経験の差が出た感じ、そういうところ大事ですからね、確かに確かに、悪賢さがね、悪賢さっていうのも大事だし、ずる賢さだ、あ、そうだ、自信持ってる、うん、ずる賢さだ、何もしてないですよみたいな、ほんまに、うん、はい、ゴールだ、何があんの、はいはい、みたいな、はい、みたいな感じの対応されることで、いや、自信も惑わされる、あそこで何も言わないのがもう、うん、スーッとボール持ってキックオフまで、だから1-1に引き分けになってるわけ、あそこで、うん、1点取れた、だからダンカスとしてはボール持ってな、20分しかないけど、うん、もう1点取れたからさ、あれはまんまとしてやられた感もあったな、なんか他に裏話ありますか、多分リズムチャンネルでは振り返りじゃなくて基本メインを裏話に今後していこうと思います、うん、その試合の、はい、うん、映像で聞こえてなかったそのピッチ上の中の会話とか、なんか会話とかね、あったかな、まあ裏話かどうかわからんけど、まあ、あの日久々のスタメンだった秋典、試合後にやっぱ悔しくて泣いてました、はい、え？らしいです、ガチで、うん、やっぱり秋典ディオもパフォーマンスめっちゃ良かったもん、うん、いやめっちゃ良かった、シュートも正直仕方ないシュートだったし、うま、んうん、すぎよあれ、良かった良かった、キックも良かったし、うん、ゴールキックも良かったし、持ち込むとやってるからね、まあね、でもね2失点してるからやっぱ悔しいよ、うん、そうだね、分かってるよみんな、まあ、マジ後半に関してはほんまに、あ、多分90分やってたらとんでもないことになるなって思ってたとんでもないことになってる、このチームは強いぞと多分うまいこと自然にナチュラルに三角形作られてたよ、うん、
あれね、20分ハーフで、ね、よかった。唯一良かったなと思ってたわ、私。20分ハーフなんだ。本当に強いわ。20分しかプレイしないですから、ね。あの、90分ハーフで半分も行ってないのに、うん、あの内容。地獄です。ボールポゼッション率ってのは、7-3？ まあでも、まあ時間が限られてるってことは、相手も同じですからね、立場は。まあそこは平等。平等ですから、それに関しては。もう相手を分かって試合してるわけですから、ね。うん。まあその20分ハーフでの強さを身につければ、俺は、軟活でも、軟活さんはもう、絶対に格上なのに、まあ、ああいう惜しいゲームができるんだけど、だから、まあ戦い方次第では、結構どこのチームでもああいう戦いはできるんじゃないかなって思った。でも自信にもなった、あの試合は。軟活さんを苦しめたという。うん。焦ったやろな、天気やられた時。焦った、ね。確かに。ほんで前半0-1やから。だからね、全然やれないってことはないと思うから。そうだね。うん、でも格上と試合するのは楽しい。楽しいね、やっぱり。まあでもあれね、やっぱり唯一の心残りで言えば、リズムがスポンサーをしているゴールキーパーの、テラ。テラ。テラさんは選手。彼やっぱゴールを決めれなかったっていうのはね。確かに。テラから決めたかった、同い年の。確かに。ああ、大体テラな。危なかったーとか言ってたもんね、試合。あれ取れたからって言ってたね、試合後。あ、俺あの、シュート打つときに俺こうセービングで取れたから絶対お前間に合ってへんやろってお前間に合うわけないでっていう話をしてたけどな。まあまあね、なんかフリーキックしたときね。でバックパスがあの伊吹なんでね。あ、俺もサンフレイですよね。ムッツキのあれ兄ちゃんかな。ということは南葛ね、すごいゆかりのある選手がね多いですよね。あ、そうなの。そう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 、うん、俺クスカミ選手とは俺オーストラリアでも試合しますから。やば。天皇杯みたいなので、ウエスタンシオニーワンダーライズと。強かったの前だ。2-1で負けました。あ、惜しい。出てたクスカミ選手。うますぎました。ダメにできました。あ、出てたね。やっぱワンタッチフラッシュ、その時からオーストラリア人緊急にやってましたよ。オーストラリア人ってバリ食いつきたいじゃん。食いつくのは、台で、あの、右足アウトで右側にとなってくる。絶対あれ、でも削られそうなタイプじゃん。うん。チアゴア・アルカンタラみたいなタッチをしますから。あれはね、ウンパルンパ翔平もね、あのターンをね、身につけてほしいと思います、俺は。はい、レベルが上がれば高いね。はい、ということで、みなず久しぶりの試合の南葛 SC さんの試合の振り返りと裏話でした。はい、ありがとうございました。12月10日土曜日、味の素スタジアムにてイールズジャパンオールスター2022が開催されます。去年に引き続き今年も多くの現役選手が来てくれます。ウィナーズの活躍するプレーや現役プロサッカー選手のスーパープレーを現地で観戦して一緒に盛り上がりましょう。ゲット情報は概要欄から確認してください。